およそ1週間遅れでの発表となりました。中国国家統計局は今日、7月から9月までの GDP 国内総生産が1年前に比べて 3.9% の増加になったと発表しました。上海などでのロックダウンが影響した前の3ヶ月のプラス 0.4% は上回りましたが、ゼロコロナ政策が引き続き景気回復の足かせとなっていて、政府が成長目標とする年間 5.5% 前後の達成は困難とみられます。 GDP の発表は当初共産党大会の期間中の18日に予定されていましたが、突如延期となり、今日急に発表されるという異例の対応が取られました。